久保さ知り、まあ、と行きたいところですけど知り <laughs> と行きたいところですけど心にしましょうか、うんうん、人間っていうのはね、あのー、脳もあって心もあるんですよねここが厄介なんですよね、うん、人間がロボットだったら脳を鍛えれば脳を鍛えて終了なんですけど なんかソースコード入れれば終了じゃないですか。プログラミングすればもう終わりですよね。脳が CPU みたいな話なんで。でも心があるんで、そのプログラミングソース入れてもね、心がね、ダメだと動かないですよね。<laughs> だ心が電気みたいな感じですかね。パソコンで例えるならば、脳みそが CPU で心は電気かな。イメージとしては。うーん 電力ななないいいと CPU 動かみたいな、ね、っていう部分もあって、うん、ただね心が弱ってても考え方でリカバリーできたりとかだからまあ電気ではないか、うん、両方必要なんですよね、うん、両方必要僕は島田紳介さんの,心で,の、ね、んで心で記憶しろっていうのがね好きなんですけど心で記憶しろっていう 普通脳で記憶するんだけど、心で記憶しろと。心で記憶したものは忘れねえみたいなね。うん、その話があの、あの、好きなんですよ、うん。1時間か2時間話してる、あの、真面目に話してる、あの、学校で話してるやつがあるんですよね、YouTube で。そう。そうじゃあ、心ってどう鍛えるのかっていうと、まあ、僕は、あの、あれですね。 まあ久保さんはあれかもしれないく。辛いと思わないから、そもそも、ちょっと鉄人の領域かもしれないですけど、うん、辛いと思うことをやっぱどれだけ場数踏んできた、辛いと思うことをどれだけ乗り切ってきたかっていう場数じゃないですかね、やっぱ。うん。要はその、辛い、辛いと思う基準値みたいな。まあ筋トレで言うならば、 10回、十回のバーベルを上げるのがつらい、しんどい、きついって思う人もいれば、場数を踏んで、そのトレーニングした結果、10回余裕だぜみたいになるじゃないですか。まあ結局、その筋肉、心の筋肉みたいな、そう、それが強いとそ、うん、別にその程度の失敗じゃんみたいな話になりますよね。でも、その失敗の数が少ないと、 一回失敗してただけで、ああ、俺ダメなんだみたいになるじゃないですか。でも何度も失敗してて、なおかつそれをある程度乗り越えてるってなった場合、多分あんまり微動だにしないと思うんですよね。あんまりね。うん。だ逆を言うと、なんだろうな、どんな失敗するのかなみたいな、失敗に対してワクワクするみたいなね、ちょっと病気になってくるっていうね。<laughs> うまくいかなかったらこのワクワクするっていうねじゃあどう乗り越えてやろうかなみたいな <laughs> うんそうなんか多分ねあの筋トレマニアというかその筋肉をこう超作ってる人って多分辛いことが楽しいになってるんですよな,なんだろうなイメージとしてはわ筋肉が震えてるぜみたいな中山筋肉じゃないですけどなんか筋肉が今ぼまあ、なんか 壊れてる震えてるみたいなそれを喜びに感じるっていうそのマニアの世界に行くんですけど多分 <laughs>、ね、<laughs> わー筋肉が今ルってるみたいなよし来てるぞみたいなね<笑><笑>もうなんかもう筋肉を痛めつけることがもうなんか快感になるみたいなねなんか面白いですよね <laughs> うもうすぐお風呂ですね ただ、まあ、人間の心っていうのは、まあそう、ちょっとね、あの、ガラスみたいな部分もあるので、ビシャーって壊れる、バリ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 って壊れる場合もあるので、なんだろうな、洗練されてるというか、難しいんですよね。うん。だから、まあその、答えがないというか。うん。だから、まあ、昔、その、ガス抜きみたいな言葉もありますけども、適度にその、 それもなんかあのー、してあげないと耐えられないというかなんかバリバリバリっていっちゃう場合はあるんですよね。で僕の場合はやっぱそのうんやっぱあのドライブですよね。自分の好きな車でドライブをして息抜きをしてまあいろんな景色見たりとかまあ今オープンカーなんでねあのその風を感じて。 太陽と自然を感じて充電してまあ充電心を充電してでまた使い,使い切るでまたちょっと心がねあの充電切れになったらまた充電するみたいなことをやってますよねうんうん久保さんは何やってんのかな久保さんはまあまあまあ今は別にまあね自由にやってると思うんではあれですけどねうん ここの心の充電っていうのはね結構大事だと思いますけどねうんまああなたがロボットだったら別にいいんですけどねそうロボットじゃないんで人間っていうのはでもねここもね難しいところで結果が出てない時に心の充電してる余裕もないっつうのも一,一理あるんですよね <laughs> <laughs> これ難しいですね結果は何も出してないのになんか休んでる暇ねえっていうのもあるので だだから何だろうな、結果も出てないのに明日やろうかなとか、ね <laughs> 明日やろうはバカ野郎っていう話もありますけど、なんからね、やっぱね、結果を、まあ、久保さんが前言ってましたけど、結果が出るまでは、なんかその、考えないで、ロボットのように、こう、とりあえず、ぐわーやるみたいなね、まあ、思考停止して、もうなんか、ぶわーやるみたいな、考えずに、もう、ばーってやるみたいな、だそういうのも必要だと思いますしね。うん お風呂沸きましたね。いや、まだ寒いっすね。朝。朝寒いっすよ、久保さん,、うん。今日はね、ちょっとね、セールスレター書かないといけないんで、もうちょっと、来週の月曜日、販売なんですよ。ちょっとまだ書いてないんです、ね、ちょっと重い、重い仕事なんですけど、ちょっと嫌だなと思いますけど、<laughs> やらないといけないんで、やりますけどそう。セールスレターとか、セールスビデオ、まあ、今回どうしようかな、ビデオ。 セールスレター。うん。セールスレターかな。まあちょっとそのセ、最後のセールスのね、<laughs> やんないといけないんで。うん、頑張ります <laughs>。だ嫌だなと思うこともやっていくっていう、うん、ことも必要かなと思いますね、ビジネスは。なんかその、 みんなねなんかネットビジネスやっぱ副業でやってるんで仕事としててやってないんですよねなんか僕をいつも思って,思ってるしまあ言うことがあるんですけどなんか普通仕事,って仕事で給料もらってみんな生きてるわけじゃないですかでまあ上司にねこの仕事やっとけって言われてねいやその仕事私できないんで他の仕事くださいとかねいや上司その仕事僕嫌いなんで。 他の仕事もらえませんかとか言いますそれずっと言ってたらねまあ1回2回は許されるかもしれないですよまあその上司次第ですけどでもそれずっと言ってたらねクビですよね多分いやそもそもこの会社の仕事嫌いなんで仕事したくはありませんやめろよっていうねやめろよっていう話じゃないですかだから仕事って好きとか嫌いとか そういうのじゃないじゃないですか、うん。だけど、なんかネットだと、なんかそれ私できないからとか、それ得意じゃないからとか、できないからとか、そういうのじゃないんですとか、なんかそれ結構多いんですよね。なんでかなみたいな。いや、それ必要だったらやるしかないでしょうっていう <laughs>。<laughs> うん。頑張ったけど集客ができません。あ、そうさっきね。 あの久保さんあの、インスタの DM でねあ、この人頑張ってるなと思ったんですけど、そインスタの DM でその、突然の DM 失礼します、はじめまして。 無職カラーと申します。私は YouTube で Vlog や綺麗な景色を撮影して動画を上げています。目標としては年内にチャンネル登録を2000人目指して頑張っています。もしよろしければ気になった動画を一度でも見ていただけると嬉しいです。また動画が良いなと思ったらコメント、チャンネル登録、高評価の押していただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。興味がないようでしたら無視していただいても構いません。突然の DM で申し訳ありませんでした。っていうことであの動画が送られてきたんですよ。 頑張ってんなと思って。で、見たら、チャンネル登録ね、この人、1000、今、1500人ぐらいいるんですよ。1500人。で、こう顔出ししてないな、これはね。V、あの、背景のやつなんで。うん。なんかこういう背景のやつですね。なんかそう、旅の、旅をきれいに撮るみたいな感じですね。うん。で、BGM 入れて、 綺麗に撮る感じですよ、ね、すすね顔出してないですで1500人いてます。だからこれ多分ね、あのー、やってるんだと思いますね。まあ少なくても僕はちょっとこれ登録はしないですし、あれですけども、アクセスはしましたから。どんなチャンネルやってんだろうみたいな。頑張ってんなっつってね。一アクセスですよね。だからこの人頑張ってますよ、多分。一個一個多分 DM 送って、あの、やってんでしょうね。う すごいいなと思いましたねそう、まあ、みんなこれやんないですからね。だいたいその、まあ、DM 来るってさ、テンプレートのネットワークビジネスの勧誘とかね、あれですからね。うん、そうで。こういうことができるんですよね、やろうと思えばね。<laughs> もこれさえやんないですもんね、こういうの地道なね。そう 心大事ですね、久保さんね。心。人間ですから。うん、から心のトレーニングはねする、した方がいいと思いますよ。まあの、脳のトレーニングもするべきだし、心のトレーニングもするべきだし、まあ、全部しないといけないですけどね。ただ、ややこしいんですけど。<laughs> なんか、これ、なんだろうな、ね。結局、全部必要なんですよね。全部必要。不要なものはないっていう。うん。だから、失敗は必要みたいな話ですよね。もちろん、 失敗しない方がいいと思いますよねっていうセールストークはあるんだけども僕はしっだこの前ねそう久保さんの家にもあやさん行ったことあると思うんですけどあやさんとその車で話してて失敗の話がちょっと出ていや失敗絶対必要でしょっていう綾さんが言ってたんでもうまあまあそうですよねっていう失敗 失敗一度もせずに成功した人がいないと僕は思ってるんですね。まああなたはどう思うかわかんないですけど、世の中の成功者を見て一度も失敗せずに成功したっていう人が果たしているのかっていう、多分いないんですよ、おそらく。おそらくいないですね。つまり失敗はイコールであるって話ですよね。だけどなんか失敗したかありませんとかね。なんか最短でとかね、最速でとか好きじゃないですか。失敗せず最速でみたいな。 で、セールストークの大文句もだ、失敗、まあ確かにそういう言葉はあるけど、できるだけ失敗したくないですよね、みたいなね <laughs>。じゃあこれ買いましょう、みたいなね。まあセールストークあるんだけど。うんだ失敗に対してどう考えるのか、どう捉えるのか、どう思っているのか。で、それを、そこに直面したときにどう心がこう耐えられるのか、もしくは乗り越えられるのかとかね、考え方だったり、心のメンタルというかね。 うんすげえ大事だと思いますねだから結構僕もやっぱ独立してから心はねだいぶ鍛えられましたねうん多分人だからそれはねやっぱね僕の場合はすげえか心を鍛えられたなっていうところがやっぱね本当に逃げ場が全くないっていうやっぱここの局地ですね 誰も頼れないお客さんは僕に相談してくるしで僕は回答するんだけど僕が頼れる人誰もいないんですよで絶対売上げ,上げ上げないといけないし、まあ、借金もあったしだ逃げ場がないもう全くもうやるしかもう100%やるしかないっていうね100%やるしかないと全く逃げ場がないと、まあ、その状況で乗り切ってきたんで結構強くなりましたね うん本当にだから前の会社はやっぱね結局雇われてたんで雇ってる人というかそのまあ会社組織っていう逃げ場があったのかなっていうまあもちろん社長のポジショニングで、まあ、自分でこうやらないといけないやらないといけないって抱え込んでこうやってた部分はもちろんあるんだけどもやっぱりどっかで心のどっかでやっぱりそのグループ会社、うん、組織みたいなのがあったんで、うん、今の組織は僕一人なんで。 僕一人ですからね露骨にもうん誰も頼る人もいないし鹿児島に来ちゃったし周りにねだから知り合いなんか誰一人いないですからね鹿児島に知り合い誰もいないんですよその昔ビジネス一緒にやってた人なんか鹿児島いてないのでねでそのガリガリ売り上げ作ってたりとかガリガリこうね、まあ、やってたなもう全員東京にいてますからそうまあ なんだお客さんはちょっと言いますけどね、お,あのお客さんなら。でもさ、お客さんなんで <laughs>、一緒になんかビジネスガリガリできるような、なんかマーケティング知ってるとかね、なんかそういうのを知ってる人はいないですよ、周りに。だから打ち合わせとかもないし、会議もないしね <laughs>。うん、あ本当に一人だから、うん、だそれがね、多分心が強くなれましたね、結構。まあ、あと今、いろんなその事件もありましたしね。 まあ、あの騙されるってこともあったし、うん、まあでもあれは痛かったっすね。でもあれはいい僕の経験でしたけどね。うん、まあ、うん、なんだろうな、こういうこともあるんだな、みたいな。まあ、東京でお世話になっててね、結構、付き合いが長い人にお金貸して100万貸して帰ってこないっていうね。 あるんだなみたいなまあ逆を言うとそこから学べたのは、まあ、その程度の人間だったんだなっていう <laughs> 100万すら返そうとしないうーん本当にこの人が重要だと思ったら多分返連絡すると思うんですよね まあその程度の人間だったなっていうまあその程度のお付き合いその程度の人間関係、うん、5年か5年ぐらいはお付き合いあったと思うんですけどねうんだからまあそういうなんかもうなんだろうなそういうのもありましたからねだからもうより自分ですよねまあやっぱ人は分かんないんだなっていう だ1人本当にね、1, 1人は1人、このようにマジで1人だけ分かるとするならば、久保さんしか分かんないですね。もう。まあ、久保さんの分かることは、もうほぼ確実に絶対帰ってくるってことですね。<laughs> 動画を送ったら絶対帰ってくるっていうのはんー、その裏切り、裏切りとは別にどうでもいいんですけどね、別に帰ってこようが帰ってこないの別にどっちでもいいんだけど、なんかそこの信頼はね、多分ね、久保さんですよね。う 対久保哲郎が返してくるっていうこれ,これはありますけどねでも別にそこに依存してないし別に返ってこなかったら返ってこなかったで別にこれが僕は本業じゃないですから <laughs> この億万長者合宿のやり取りは本業じゃないですもぶっちゃけ終わってもいいわけですよだってセールス終わってんだからそうお金になんないですからねそう基本的に億万長者合宿に参加してもらうために始めたわけですからこれプロモーションでね一貫としてもう終わってるんでセールス終わってますからね だから久保さんとはね、多分ね、あれなんですよ。心と心がリンクしてるところがあると思うんです,んですよね。まあ、あの名前もロー一緒だしね。明朗のローが一緒なんで。<laughs> このね、明朗のローが一緒ってあんまないんですよね。本当、大体太郎のローなんで,で。で、漢字もよく間違えられますからね。あの、月で、もう月じゃないんですよ。大体いい。大体月じゃない。大体いいこっちになるんで。 久保さんもね相当間違えられてきたと思いますけど僕も間違えられてきてるんで一緒ですよね多分その経験は <laughs> いや一応月なんですけどみたいなねもうなんか途中で言うの面倒くさくてそっちでいいかなみたいなね <laughs> 月って俺一応ねもう見本があるのになんかこっちで来る結構あるんですよねいや一応そうこう書いてあるよみたいない <laughs> ってらっしゃい